ジョン・ブライオンは、アメリカ合衆国のニュージャージー州出身の作曲家、シンガーソングライター、音楽プロデューサー、ロサンゼルス在住、ボストン出身のバンド、ティル・チューズデーに、ギタリストとして参加し、そのボーカルだったエイミーマンのソロアルバム、ホワット・エバーで、レコーディングプロデューサーとしての活動を始める。以降、フィアップルや、 ルーファス・ウェインライトなどの作品のプロデュースで活躍する。他、セッションミュージシャンとしても、メーシー・グレイ、エディオット・スミス、クリスタル・メソッド、バッドリード・ドローン・ボーイなどのアルバムに参加している。トム・ペティのアルバム、ザ・ラスト・ DJ では、オーケストレーションと編曲を担当した。映画音楽の作曲も、ポール・トーマス・アンダーソンの監督作品をはじめとして、数多くを手掛けている。 シンガーソングライターとしてのソロ名義のアルバムは2001年に発表されたミニングラスのみであるが、彼が音楽を手掛けた映画パンチドランクラブハッカビーズのサントラバーにもボーカル曲が収録されている。また、ジェイソン・フォークナーと共に結成したバンドグレーズとしてもアルバムを1枚発表している。ありがとうございます。